福光城、または福光館は、富山県南都市福光に所在する、平安時代末から戦国時代にかけての日本の城跡、福光城ともかく、構成城跡に作られた福光城進か、霞園は南都市指定史跡。福光町の市街にあたる小矢部川中石地に作られた平城で、平安時代末期に石黒光弘が築城したと伝わる。 城は堀に囲まれ、東西27間南北16県を図り、周囲には城下町が形成されていた。以後300年にわたり越中石黒市の拠点となった。しかし、1481年に石黒三つ及び天大州洋山総会寺と浄土新州随仙寺率いる越中一向一期勢が衝突して、田谷川原の戦いが起こると、石黒支配下で、 桑山城主だった、大阪城左衛門が、一騎側に寝返り、福道城と総会寺に火を放ったため、石黒光義吉は自陣して、石黒軍も壊滅した。これ以降、城跡は荒廃していたが、幕末の慶応年間になって、福道の豪商、前村霊蔵らが、親部出身の観学者である宮永宿園、宮永半仏の兄弟を招聘し、1869年に、 城跡の一角に、教学書、住処霞塾を開設した。現在は、福光城司住処霞園として、市の史跡になっている。ありがとうございます。